はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2月の11、休日、建国記念日ですか。はい、ということで、さあ、先ほどズッキーニの種まきをしましたけれどもね、2月の11、気づけばもう2月の中は入ってきてます。はい、ということで、この後、人参の種まきですね。はい、品種はベータリッチ、春はね、我が農園はベータリッチを中心に、巻きます。ベータリッチともう一つ最後にね、紅葉2号っていうのの、このまあ実質この2品種ですね。なんか他にあればね、まあこいつあれですけど、春人参はもうバカの一つもみたいにベータリッチをずっと巻いてるんですけど、なんか他にあればね、そろそろ違う品種を試してみたいなと思ってるのでね、もし春人参でね、これおすすめとかあれば、専業農家の方は教えていただけると助かります。さあ、ちょっとね、今から難しい話をすると思うんですけど、春人参のね、ちょっと栽培体系のことについてね、ちょっと話をします。ちょっと、レベルの高い話になっちゃうと思うんですけども、今こうやってね、1本目、ね、今左側、この1本目ね、もうこの大きさになってきてますね。ワンワン中で大きくなってきてますね。もうかなり、おそらくこれも3月頭には出そうと思ったら、いわゆる葉付きのね、キャロット人参、間引き人参として、3月の頭には、ちょうど今から3週間後ぐらいには出そうと思ったらおそらく出せる大きさだと思いますね。見てないんであれですけども、1番手2番手3番手、ね、3番手あんまりポツポツ出てきてますけど、で今日巻くのが4番手ですよね。で当然これ、今日、巻いてパオパオ張ってね、穴あきトンネルですね。で、釣り竿の方で紐掛けするんですけれども、次のね、あと2本でもう1本であと3本なんですね。でこれ時期的にちょっとね、どうしようかなって考えてるんですけど、もうトンネル張るのがね、なんか今日あったかいじゃないですか。うん、やっぱりあったかいんですよね、僕が思ってる以上に、この三重県っていうのは。なのでちょっと一つ作戦変更でね、今日4番手やって、それは普通に今までね、トンネル栽培です。でこれ今ここありますよね、これはもう1本全部2月の終わり、今日が2月の11ですよね。なので2月の終わりぐらい、2月の28とかね、2月中の最後にここでトンネルをかけずにこれ剥がしてね、20の太陽熱マルチ栽培になってますよね。20にと、ビニールが、太陽熱マルチが貼ってあるわけですね。この黒いやつの下に透明なやつが貼ってあるわけですね。でそれを剥がしてね、この黒いやつ剥がして、その下にあるビニールの透明なやつも剥がして、そしてこのマルチですね、3715、これですね、今日もそれを貼るわけですけど、これをこのマルチパートナーで手で貼っていくわけですよね。貼って1ベッドね、バーンって貼ります。そして点巻きですよね、手で、ベータリッチを点巻きして、そしてこれはトンネルを張らずにパオパオですね、パオパオ1枚、それが2月の28最終日、2月の最終日にそれをやるですね。はい、でトンネルはなしですね、つまりもう3月に入ったのでトンネルはなくていいだろうという作戦です。そしてそのこの4本目ですね、正確に言うと 1,2,3,4,5,6 番手ね、これがその次のやつはね、さらに遅らせて、要するにもうこっからはね、この辺ぐらいから3月とか入ってきたら、今度は早く欲しいんじゃないんですね。逆なんです。遅く引っ張りたいわけです。つまりできれば、5月よりも6月、6月よりも7月、7月よりも8月って、今度は後ろに引っ張っていきたいわけですよね。つまり逆に言うともうこれ春人参というよりも夏人参に持ってきたわけです。なので品種も変えて、紅葉2号っていう違う品種を使いますね。8月とかに、関東で言えば8月ぐらいまで引っ張れる品種ですね。まあそれでもそんなには長くは引っ張れないんですけれども、できるだけ今度はね、もう1番手が3月ぐらいから収穫が始まるわけですから、これでもうつながっていくわけですよね。で間途中もし開くかもしれませんけど、後半に巻く人参というのは早くする必要は全くないわけです。むしろ遅くしたいわけですね。なのでこのこちらは今言ったようにマルチを張ってで点巻きですよね、手で。でこちらは同じように太陽熱二重マルチを剥がして、そしてマルチを張らずにクリーンシーダー、今度は点巻きじゃなくてマルチを張らずに筋巻きですね。それで終わりです。でパオパオですね。なのでこのこちらはマルチを張って点巻きにパオパオ、こちらはマルチを張らずにクリーンシーダー、筋巻きでパオパオ。っていうことはこれはね、クリーンシーダー、端式でビャーッと走れば終わりということですね。
おそらく作業時間はこれマルチ2つ剥がしてしまえば、下手したら15分20分で終わりですよね、はい、ということで、これで要するにね除草作業今のところほとんどないわけですよね。なのでこのクリーンシーダー破棄機で持ってビャーっと撒いて、これが除草が逃げられるということであるならば、これはかなり画期的ですよねってことですよね。なので今こうやってマルチを張ってね、なぜマルチを張るかっていうと、まあ万が一除草の時に楽だっていうプラス保温ですよね。マルチを張ることで保温なので、こちら側だからマルチを張っているのでおそらくちょっと早くできるんですね。でこちら側マルチを張ってなくて作りますので、あの端切れあのマルチのなしの筋巻きになるわけですよね。なので当然あの少し遅れるわけですよね。なので時期的にこれが2月28、これがおそらく3月の真ん中ぐらいですね、3月の10日前後にクリーンシーダーで巻いて、そして最後に1本おそらく4月の1日から4月の10日まで、これが最後紅葉2号に多分どっかこの辺ですね、それはマルチを張ってね、それは天巻きです。そしてそれは耐熱マルチは使ってないわけですから、残念だけど1本だけ手除草ですね、はい、研修生頑張ってってそういう話ですという形の 1,2,3,4 ベッドで言うとね、まあそんなに、長くないですけれどもね、 3,40メートルが 5本ぐらいということになりますね。まあこれでね、もしこの4本目のねクリーンシーダーね、発射機で持って耐熱マルチ、二重マルチを剥がして、発射機で走って、それで、除草もね、当然、なくできるのであれば、もしかしたらね、この今5本あるうちの半分ぐらいがクリーンシーダー走れば、クリーンシーダー走って、パウパウに穴開きトンネルというやり方でできるのであれば、いちいちこうやってね、しゃがんで、あのマルチの穴の中に点巻きすらする必要はないということです。だとすると春人参の量はさらに倍という形で広がる可能性があるですね。要するに春人参の弱点というのはどうしても除草に関してはねかなり、気をつけなきゃいけないので量ができなかったんですね。秋冬と違ってね、秋冬の秋冬人参、秋冬人参というのはもうね耐熱マルチを普通にかませばヘクタール単位でいくらでもできるわけですよね。実際そうやって人参ジュースが作られておりますね。ただ弱点はこの春はちょっとね、どうやるかっていうのが難しかったわけですけども、このやり方がおそらくハシキクリーンシーダーでねおそらくいけるということであるならば、今度は春に量が取れるということになるわけですね。はい、そしたらこれは結構画期的かなというふうに思います。はい、だからもうあのまあね正直40メートル50メートルをねマルチ張ってそこに点巻きしたって、それはまあまあそんなには時間かからないですけども、その時間すらすっ飛ばせるっていうことで、これはかなり効率がさらにワンランクアップ上がるなというそういうふうに、思いますね。多分僕が今申し上げてることは専業農家のねオーガニック専業農家の人でないと何言ってるかわからないと思いますけど、多分僕が言ってる意味合いわかりますよね。これかなり画期的だと思いますね。おそらく関東あたりのねトップの有機農家の皆さんはおそらくその段階ぐらいまでもう入ってきてると思うので、このやり方でねもしうまくいくんであれば、もうやってる人いるかもしれませんけど、この耐熱二重マルチはまだどうですかね。でもこのやり方でいいんだったら、この耐熱二重マルチはこれはさらにね、耐熱マルチの中の改良バージョンとして、特に春人参のね画期的な技術に持ってくれるんじゃないかなっていう気がします。はい、どうですかね。これができればね春人参は量が作れるんですよ。そうしたらねいいですよ。さらにこのやり方をハウスの中に持ち込めば、いや結構それでね どうしたって春先ね量が できなかったわけですけど、僕らオーガニック農家はね春人参はね、だからそれもある程度無尽蔵に出せるよということであるならば、これでもう人参はほぼ完全に、無農薬でね人参を作るということに関しては、これでもう量的なことも含めて、まあね100ヘクタール人参やれって言われたらちょっと難しいですけど、ある程度観光栽培に近いところまでね勝負ができるんじゃないかなって気がしますね。そんな感じがします。で特にねこっちは暖かいので、まあ関東だとどうしたって全部トンネル張らなきゃいけないっていうのはありますけど、3月4月の頭ぐらいまでね霜が降りやすいので、そうじゃないこっち側のね西日本の、ところでね
人参をある程度作りたいっていう人であれば、このやり方を習得してもらえればね、春だけで1ヘクタール人参っていうのが一人でできますよね。全然難しくないと思います。これ、耐熱マルチをね、8月9月ぐらいに貼っといて、こうやって飛ばないようにね、今こうやっていろいろブロックだとかしてますけど、使うマルチのね、サイズをしっかりやって、風に飛ばされないようにね、一応今、これ、8月、9月ぐらいに前貼って、こうやって今ブロックやったりしてね、ところどころやっぱりちょっとね、バタついてますけど、風にだけ飛ばされないっていうことだけをね、念頭に置けば、いけるんじゃないかなって。例えば、そうですね、もしこの上に、ブルーシートですよね。もし本当に専業農家で1ヘクタールを完全に抑えたいということであるならば、ブルーシート貼っちゃってもいいかもしれないですよね。はい。で、この、巻く時になって剥がせばいいので、はい。そうすれば、この、まあ、ブルーシート、ね、バタつくのかな、わかんないですけど、ただこの黒ビニールよりかは多分ね、ブルーシートの方がいいような気もするんですよね。だから多少もちろんお金かかりますけど、ブルーシートは消耗ではありませんのでね、何年か使えると思いますから、ね。うん。ということをね、考えれば、かなりね、画期的な感じに、全体としてはね、これでおそらく春人参はもう完成にしたかなと。一旦ここでね、この理論でもって、春人参はおそらく、ちょっと、一旦高みに上ったかなという気がします。どうですか？オーガニック専業農家の方。ね。もしご意見いただければ。はい。これの、だからおそらくもうちょっとこれで3年ぐらいブラッシュアップして、そのもうちょっといいやり方がもしあるのであればね、その辺をおそらく、特にこれ、二重マルチなので、剥がすときとかね、うね間のこととか、ちょっと一手間、二手間かかりますけど、トータルで言えばね、除草は一切ないわけですから、ものすごく楽ですよね。私もだから、今、1、2、3、4番手までやって、今、2月の11ですよね。普通だったらもうずっと除草してなきゃいけないわけですね。トンネル開けてね、昔そうやってやってましたけど、これだったらね、本当に、春人参の量が、もう、ヘクタール単位まで持っていこうと思ったら、ね、1単2単全部春人参っていうのも全然難しくないですよね。50メートル20本とかって一人でできますよね。はい。ちょっとこの辺、張り方が甘いな。なので、ちょっと発芽が悪いのかね。こうやってバタついてるね。はいはい、ということでございます。ちょっとベラベラ喋りましたけど、今申し上げたことはね、かなり有効だと思いますね。よかったらオーガニック専業農家の方ね、参考になさってみてください。はい、春人参の作付け体験についてね、話してみました。はい、それではまた。